正しさも、間違いも、スケートで紡ぐ、羽生結弦の心の声、アイスショーにかける思いと魅力を探る。彼は氷の上で魔法をかける男と言われ、フィギュアスケートの世界で数々の偉業を成し遂げてきました。オリンピック2連覇、世界選手権の多数のタイトル、そして羽生結弦さんがサッカーにプロ転向し、新たな冒険に飛び込みました。今回、彼がファンに贈る初の全国ツアー、 ミアラハニーアイスストーリー 2ND RE プレイツアーが発表されました。このアイスショーは、ハブさんの心に秘めた思いと、スケートの魔法についての物語です。11月の埼玉スーパーアリーナでの公演を皮切りに、佐賀と横浜での公演が控えています。しかし、このアイスショーは単なるスケートの演技だけではありません。羽生ゆずさんがこの公演に込めたメッセージと、彼のスケートにかける情熱について、 彼自身のコメントから探ってみましょう。羽生譲さんのコメント全文。ミキコ先生や大切な皆さんと一緒に、また作り上げていく機会をいただき、本当に嬉しい、嬉しいです。この、RE プレイには、自分の経験の中で大きな要素であるゲームの世界からの倫理観や価値観も入っています。たった一回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している二つの中で、 それぞれでしか見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも言葉たちとスケートに託していきます。見てくださる方の中で考えて過去が消化されたり考えすぎて逆に悩みが増えることもあるかもしれません。正解が一つではない問いの中でそして一度として同じにならない空間とスケートと演出で見てくださる方一人一人の中にしか生まれない世界の色を 感じていただければと思います。正しさも、間違いも、悲しみも、孤独も、祈りも、自分の魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がせていただきます。心の奥底からのメッセージ。羽生結弦さんがこのアイスショーに込めたメッセージは、彼のフィギュアスケートの哲学と魅力を探る鍵と言えるでしょう。彼はスケートを通じて、私たちに多くのことを教えてくれます。スポーツと芸術の境界線を越え、 人々の心に響く感動的な瞬間を生み出してきました。ハブさんのコメントから明らかになるのは、スケートは単なる競技だけでなく、人生そのものの鏡であるということです。彼は、正解が一つではない問いの中でと述べ、スケートを通じて私たちに多くの選択肢と価値観を示唆しています。そして、スケートの魔法を通じて、過去の痛みを消化し、 新しい色と可能性を見つける手助けをしてくれることを願っています。結論。羽生譲さんのアイスショーは、スケートの美しさと深さを探求し、人々に感動と魔法を提供する場です。彼のコメントから伝わるのは、スケートは単なる競技だけでなく、私たちの生活においても価値ある教訓を提供してくれることです。このアイスショーを通じて、 私たちは彼の魂が込められた言葉たちとスケートの魔法を共有し、新たな世界の色を感じることができるでしょう。読者への挨拶。羽生結弦さんのスケートは、私たちに夢と感動をもたらしてきました。彼のアイスショーは、その夢と感動をさらに高めるものとなることでしょう。彼の言葉とスケートの魔法に触れ、新しい世界の色を感じてみてください。そして、正しさも、間違いも、悲しみも、 孤独も、祈りも、スケートを通じて紡がれる魅力的な物語に、どうぞご期待ください。